まずは何見るか決めてあるのか？五郎たちは何を買う予定だったんだ？私たちは食材とか買おうと思って。食材とかはかさばるから、最後でもいい？それで大丈夫だよ。なら、ゲーセンでも行くか？やめてくれ、当分ゲーセンには行きたくない。何があったんだ？察してくれ。霊夢、マリサ何したんだ？いやー、普通にゲームしてただけよ。本当だぜ、三角締めとかしてねえからな。そんなのを公共の場ですんなよ。してないって、しても、関節技ぐらいだぜ。だからすんなって。俺は高梨が少し心配になったよ。ありがとう五郎ちゃん、その優しさだけが救いだ。ふふ、お、心が笑った。なんだその、どこぞのキャラが立った時みたいな反応は。そんなポッと出てくるお前の言葉の引き出しがすごいよ。そんな会話をしながらショッピングモールを練り歩き、気づけば夕方に。どうする？この後もう解散する？明日も休みだしまだいいんじゃない？そうだね、どうするよ五郎ちゃん。なんで俺？なんでもいいよ、どうせ俺の家行くんだろ。ご名答、それでよ五郎の家ってなんかゲームあったっけ？親がゲーム好きだから結構あるぞ。それなら、五郎くんの家でゲームしましょ。みんなでワイワイするのってやっぱり楽しいわね。だね、このみんなでまたどこか行こうね。それなら、私キャンプ行ってみたい。何上キャンプ？海より山の方が好きだから。幼馴染だけど、初めて聞いた。まあまあ、いいじゃないか、反対の奴はいないよな。賛成よ。なら、場所とかは俺が準備しとくから、任してくれ。おう。お前らは思ったら吉日おじで行くな、ほんと。五郎は楽しみじゃないの？楽しみは楽しみなんだが、一応歯止め役としてな。私らも子供じゃないんだから、歯止め役とかいらんだろ。そうそう、あんたもこっちに来てバカになりなさい。霊夢ちゃんの言う通り、バカになった方が楽だよ。あはいはい、わかりました。そんな会話をし、俺の家に向かう。うちに帰ってきて心たちとゲームをしていたら、気づけば外はもう真っ暗。外もう真っ暗だけど、お前ら大丈夫か？あうん、五郎の家に泊まるから。あ、そう？は？今なんて？うるさいわね、だから私たち今日五郎くんの家に泊まるって言ってるの。なんでちょっとキレてんの？って買い付き決めたんだよ。さっき五郎がトイレ行ってる時に、みんな泊まって行ったらって言ったら、みんな泊まってくってなって。そういうことは俺のいる時に相談してほしいんだが。まあまあ五郎ちゃん、こんな美少女3人と一時期とハエ一つ屋根の下に入れるんだよ。いいじゃないか。お前は何言ってるんだ。高梨は帰っていいぞ。え、なんで？変なこと言うから。そんな変なこと言った？うん。心ちゃんまで。仕方ない高梨、庭にいていいぞ。俺の扱いひどくないか君ら。というか、全員泊まってくんだよな。そうね。はあまあいいや、霊夢とマリサと心は、客まで寝てくれ。うん、だと思ったから布団の確認はしてある。準備のお早いことで。で、俺は？え、庭？冗談じゃなかったの。高梨は俺の部屋な。ありがとう五郎ちゃん、凍えなくて済むよ。こうして急遽泊まり会が始まるのであった。